現象というか面白いですよね。見る見られるっていうか、それの相対性みたいなものをね、街中で実験的に作ってるっていう、そういうところがありましたね。これ最後になります。3分ですね。左側ちょっとこれ見ただけだと何だか分からないでしょうけど、やっぱり作品っていうのは最初から何が起こるよねっていうのが分かってるとね、つまんないと思うんですよ。なんだろうなと思いながらね、あれあれと思ってるうち、そういうことなのかっていうのが分かるっていうことで、ちょっとこう嬉しくなるというか楽しくなるっていう、そういうところがね結構あるんじゃないかなって思います。これはね一番そういう要素が強くて面白いですから、最後に見てもらいましょう。フォームスっていう、まあ、形というかそういうタイトルですね。後半を切れちゃいましたね。ということは理屈がわからない。今の動きだんだんとですね、なんか人の動きに見えるなっていう感じがしたと思うんですよね。実際はですね、棒高跳びをしている選手の動きに細かな図形みたいなものが張り付いていて、それが動きを伴っているということ。あと水泳をして水の中を泳いで、まあ、これそうですね、水泳で泳いでたりするわけですよね。そういうような人間の動きというものの、いろんな測定点をつけておいて、そこの部分に、幾何学的な立体的な図形というものが追いかけていく、そういうようなものなんですね。切れちゃったのかな。まあ、そういうような感じの図形の、まあ、動きを持った音と動きを伴ったということです。今日はですね、コンピューターを中心にしたデジタル的な表現というもの、そしてテクノロジーアートと結びつくような、そういうような展開というものを紹介したわけです。次回はですね、3回目になりますけども、絵画メディアのメッセージということで、自己表現とはどういうものであるか、それから多くの人が何だかよく分かんないんだけどという抽象絵画というものは一体どういうものであるのかというものをどう見たらいいのか、この辺について軽くお話をしたいと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。